地球防衛軍、映画、地球防衛軍、地球防衛軍、英代、ザ・ミステリアンズは、1957年に公開された、東方製作の特撮 SF 映画、特撮ものとしては初めて、ワイドスクリーン版、東方スコープを採用した作品、巨大ロボットが登場する、日本初の映画、1978年3月18日公開の、東方チャンピオン祭り、 最終工業でリバイバル上映されたほか、2008年7月、キネカ大森のつぶらやエジ特集で複数回リバイバル上映された。1959年には MGM 系で全米公開もされた。のどかな富士山麓の村祭りの夜、地中から炎が噴出するという奇怪な山火事騒ぎが起こる。騒ぎの中、天体物理学者の白石良一が失踪した。 白石の同僚で、親しい友人であった、厚見常次は残された、白石の論文、ミステロイドの研究を、足立健二郎博士に届けるが、その内容は途中で終わっていた。その後、白石が住んでいた村に山崩れが起こる。報告を受け、調査に向かった、厚見の前に、巨大なカイロボット、モゲラが出現した。火炎放射器や機関銃、ロケット砲の攻撃すらものともせず、 村落を次々に破壊するカイロボットを出動した防衛隊は撤去ごと爆破するという手段でようやくその進行を止めるのだった。ここに至り、カイロボットが白石報告書にある異性文明の仕業と推測した足立博士は白石報告書を公表。富士五湖で円盤状の飛行物体が頻繁に目撃されていたことから富士山陸に調査団が派遣され、 そこへ突如として巨大なドーム状の物体が出現した。巨大ドームの主は自らをミステリアンと名乗り調査団の代表5名をドーム内に招き入れた。ミステリアンは調査団に対しドームを中心に半径3キロの土地の活動と地球人の女性との結婚の自由を要求してきた。5000年前、自らの星ミステロイドを核戦争で失ったミステリアンは 宇宙を放浪の末、地球にやってきたのだ。すでに数人の女性を拉致し、地球側の出方次第では攻撃も辞さないというミステリアンの要求に疑惑を感じ、これを拒否した防衛隊は通常兵器を中核とした戦力、野戦砲、戦車隊、ジェット戦闘機で雨あられのもとき攻撃を浴びせるが、今や要塞と化したミステリアンドームは全く痛手を受けた様子を見せず、 逆にドームから発せられた熱光線の反撃で防衛軍は壊滅的な打撃を受け撃退された。通常兵器の攻撃では歯が立たないミステリアンに対し防衛隊本部は頭を痛めていた。新兵器電子砲の開発が急がれるものの実戦配備にはほど遠い段階であった。所詮の勝利を誇るものかミステリアンの活動は日に日に目立つようになっていた。 ミステリアンは東京の空に円盤を飛ばし自分たちを攻撃しないよう政府へ働きかけるよう市民に呼びかける。その頃厚みの見ていたテレビ画面に行方不明になっていた白石良一が突如現れる。彼はミステリアンに寝返っていたのだ。対話を試みたリチャードソン博士、インメルマン博士に対し白石は勝つのは地球人でもミステリアンでもなく科学だと言い放つ。 それを受けて、リチャードソン博士は、それでも我々は戦わなければならないと発言。諸外国の政治家及び軍人は、東京でミステリアン対策会議を開催し、侵略者との決戦を富士山独にて行うことを決意する。通常兵器では全く歯が立たないミステリアンに対し、諸外国からの援助で、空中戦艦アルファ号、ベータ号、 そして長距離からのオネストジョンによる攻撃が決定される。後方のアルファ号の指揮下、前線に出て攻撃を行うベータ号はナパーム弾による高熱攻撃をミステリアンドームに対し試みるが、やはりドームからの熱光線攻撃でベータ号はコッパミジにされてしまった。地球側に有効な兵器なしと見て取ったか、ミステリアンは要求を 半径120キロの土地に拡大してきた。もともとミステリアンは地球侵略が目的だったのだ。焦燥に満ちた危機の中、地球側にもようやく対抗手段が登場した。ミステリアンの熱光線に耐えるマーカライト、それを応用した超巨大パラボラ戦車、マーカライトファープとマーカライト塗りを施したアルファ号で決戦に挑もうというのだ。 機動力に欠けるマーカライトファープーの欠点を補うため、専用輸送ロケットマーカライトジャイロが投入配備され、決戦の準備が着々と整えられる。しかし、マーカライトの効力は75分までと限界がある。上、ミステリアンドをムへ、決定的な打撃を与えられる性能を持つ、電子砲は未だ完成しないままであった。地球軍の3度目の総攻撃が始まった。 ジャイロから投下された新兵器マーカライトファープは期待通りの性能を発揮しミステリアンドームの光線に耐えながらじりじりと距離を詰めドームにダメージを与えていくミステリアンョーは攻撃を中止しなければ報復手段を取ると地球側に警告し湖から濁流を発生させマーカライトの一部や付近の街を飲み込むという反撃に出たその戦いの中 厚みは一人ミステリアンドームに潜入する。厚みはミステリアンの銃でドームの装置を破壊し、すぐさまミステリアンに取り押さえられるが、その中の一人に脱出路へと誘導される。脱出路にはミステリアンに連行された女性たちが待っていたが、そこで仮面を外したミステリアンの正体は白石良一であった。彼は厚みに足立博士宛ての報告書の続きを渡すよう告げると、 再びドーム内へ消えていった。マーガライトの攻力切れが迫る中、完成となった電子砲を搭載した第二ベータ号が発進する。ミステリアンは反撃のため地中からもゲラを出動させるが、倒れてきたマーガライトに押し潰されて打ち破れた。戦場に到着した第二ベータ号の電子砲攻撃が始まり、ついにドームは大爆発を起こした。その寸前に脱出した。 厚み通るの上空で第二ベータ号の砲撃はまだ続いていた。電子砲の熱線が逃げるミステリアンの円盤を次々捉えて撃墜してゆく。それを見た足立博士は呟いた。彼らは永遠に宇宙の放浪者です。我々は決して彼らの足立を踏んではならない。かつて火星と木星の間にあったとされる第五惑星ミステロイドから 地球を訪れた異星人。ミオオウーマントとヘルメットが特徴。その色は最高指揮官が赤、中級指揮官が木、一般戦闘員が青。冷量な環境でないと生きていけないため、高温が弱点である。5万年前に母星を核兵器で滅ぼしてしまい、わずかに生き残った一団が火星へ移住して細々と生活してきたが、元の文明を復興。 反映させることは困難で、恵まれた環境と豊富な資源を有する地球への移住を決意した。その方法はもちろん実力行使による侵略である。核戦争の後遺症で肉体は異常をきたしており、生殖行動もままならず、素顔はケロイドが浮き出している。また、重力の軽い火星で、幾世代にもわたって生活してきたせいで、地球上では、 人類よりもやや動きが鈍い。映画クレジット順、映画クレジット順、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。